発動機のドンスカドンスカという音と石油の一種独特の匂いを持った青い煙が大変魅力的だった。そこからさらに1キロほど離れて製材屋があり、そこではノコが勢いよくブワーンとうなりを立てて回っていたが、私はそれを見るのがたまらなく好きだった。だから小学校時代にも他の勉強は嫌いだったが、電池とか天秤とか試験管機械などが出てくる理科だけは大好きだった。もっともその理科も頭ではよくわかり、先生に聞かれれば答えられるのだが、いざ試験になるとさっぱりだった。というのも習字や読み方が嫌いで、字を書くのが面倒くさかったからである。手先は器用で誰にも負けない自信があったが、綴り方の時間などにはよく教室を抜け出し、裏山の木の上に登って空などを眺めていたものである。機械が好きで勉強が嫌いだった本田少年の胸をときめかせる出来事があった。大正2年、小学校2年生の時である。約20キロ離れた浜松にアメリカから飛行機が飛んできて宙返りなどを見せるというのである。父の自転車を引っ張り出し、学校をサボって本田少年は浜松に行った。うち帰ってくると親父に戸玉がきっと抜かれる。親父に学校サボってね、親父の自転車を相当持ち出してね、三角足突っ込んで行ったんだから、帰ってくれ親父に叱られると思ったら、親父もねまたやっぱり飛行機っていうのをですね実物に見たって僕が言ってるもんだから、それは親父の方が熱上げちゃって、それからどうした、それからどうしてまあダメだったんですね。あなたはやっぱりずっと一貫してそういう子供の頃のお気持ちみたいなのが続いてらっしゃる。通じるね、何かこう新しいものに対しては今でもそうですよね、非常に興味津々ですね。私の家は貧乏だったので着物もそう買ってもらえるわけではない。だから袖口はこすった花が固まって合成樹脂のようにコチコチになっていた。隣の家は金持ちで、5月の節句になるといつも弁慶とか義経の武者人形を飾るので、私はそれが見たくて仕方がなかった。しかし見に行くと、お前みたいな汚い子は来ちゃいけないと追い返された。その時の悔しさは今でも忘れない。金があるないで人を差別する、なんでそうするのかと疑問を持ったことを未だに覚えている。そんな経験を身にしみて感じ取っている私は、金によって人間を差別するということは絶対に排撃する。これは私の事業経営の上でも、人間誰でも皆平等でなければならぬという考え方になって現れている。人間は平等である。この当たり前のことを本田宗一郎は幼くして心に刻んだ。大正11年、本田宗一郎は尋常高等小学校を卒業した。15歳の彼の夢はとにかく機械いじりをすること。そして彼は東京湯島にあった自動車修理工場アート商会に別地として入社した。ところが私が抱いていた夢と現実とは全く違っていた。来る日も来る日も主人の赤ん坊の子守しかさせてもらえなかった。手に握らされたものは夢に見た修理道具のスパナではなく雑巾だけだった。失望と情けなさに私は何度柳氷をまとめ、2階からロープを伝って逃げようと思ったことか。その度に親父の怒る顔とおふくろの泣く姿が目に浮かんで我慢した。こんな毎日が半年ほど続いた。ある日、小僧、今日は忙しくてしょうがないからこっちへ来て手伝えという主人の声がした。
私は夢ではないかと自分の耳を疑った。嬉しかった。大雪の降った寒い日だったが、私は寒さも忘れ、無我夢中でポタポタ雫の垂れる自動車の下に潜り込んだ。ワイヤーの切れたアンダーカバーの修理だった。これが私が初めて自動車修理をした時で、その感激は一生忘れることができない。それからというものは、多少は主人に認められ始め、嫌な子守は少なくなって、修理工としての仕事を多くするようになった。後で考えると、やはりあの時子守で半年間頑張ったことが良かったのだと思う。あの時の苦労と喜びを思い出せば、どんな苦しさも消し飛んでしまう。長い目で見れば、人生には無駄がない。長い目で見れば人生には無駄がない。これが本田宗一郎の一生を貫く考え方である。アート商会での6年間の修行を終え、浜松で自動車修理業を開業したのは昭和3年本田宗一郎22歳の時である。社員一人だけの小さな工場だった。毎月1000円儲かっちゃう。一緒のうちに1000円儲けようと思って、貨幣価値に違うからね、今じゃ。それだからね、片っ端からね、芸者に入れるしね。一番ひどく遊んだのは、1等間ぐらいうちに出て遊んじゃってね、なかなかうちに帰れないですよ。もうすぐ帰ろうと思っていい気持ちになってやってね、寝てしまって、明日の朝になってこれはしもうたと思って、今夜早く帰ろうと思っているうちに酒飲むからまた嬉しくなって、仕方に全然帰りにくくなって、友達のとこへ電話、サルベージに電話かけて、沈没したから引き上げ来いってOK ってやれ。そしたら待ってましたばかりに友達に来る。友達と飲んでる間にまた2人とも沈没しちゃう。今度3番目もまた呼ぶ、3番目もまた来て騒いで、 3人ぐらいになると気が強くなるんですね。俺一人で休んだんじゃない、この3人にみんなで休んだんだから俺罪は少ないと、自分で解決、納得させて遊んでるんですね。昭和9年、28歳の本田宗一郎は繁盛していた修理工場を閉鎖、新しく東海製機という会社を設立した。自動車の部品ピストンリングを作る本格的な製造業への転換である。しかしそれは簡単にはいかなかった。製品は欠陥だらけ。5万個のピストンリングを作ってわずか3つしか検査に合格しないこともあった。基礎知識の不足を痛感した彼は29歳で工業高校の夜学に通い始めた。まあ、なんか私もね、それ専門じゃないからね、実際に適切なアドバイスはなかなかできませんからね、まあ、私の考え方でもってこうしたらどうかとかね、そういうようなことをお話してたわけですがね、そうするとね、まあ、私素人ですからね、本当に適切かどうかわからないことを言いますからね、それでもね、すぐ本田さんね、仕事始めちゃうんですよね。あ、先生にお話を伺って、そのことをね、だからね、そういうことでね、それ成功したこともあるかもしれないけどもね、だいぶ損もさせたと思うんですよね。まあやっぱりね、何かしていないとね、収まらないっていうかね、落ち着いていられない人なんですよね。だからね、こういう話を聞いたことがあるんですよね。その奥さんがね、ぼやいてたんですよね。っていうのはね、うちからちゃんとした背広着てね、工場行くわけですよね。そうするとね、何か気にかかる仕事があるとね、そのまますぐね、作業服着ないで仕事しちゃうわけですね。そうして洋服油染み作っちゃってね、奥さんがぼやいてましたよ。やがてピストンリングの生産も軌道に乗り、戦争中には船や飛行機部品の生産も請け負って、事業は大幅に拡大された。しかしそれもつかの間、昭和20年浜松地方を襲った大地震で工場は潰れ、そして壊れた機械を修理しているうちに終戦。
新しい時代の新しい夢はなかなか見つからなかった。混乱の時代に焦っても仕方がない。それから1年の時が過ぎた。終戦後、本田宗一郎の最初の発明は自転車に小型エンジンをつけただけのいわゆる原付自転車である。買い出しに出かける奥さんの苦労を見かねて作ったこのバイクはバタバタと呼ばれ人気を集めた。これが本田技研設立のきっかけであった。時に40歳、そして昭和24年本格的なオートバイドリーム号が完成した。本田宗一郎の戦後の夢が確実な足取りで進み始めたのである。昭和20年代日本のオートバイメーカーは270社を数えた。現在ではわずか4社。凄まじい競争の時代であった。ホンダの勝利は困難な時代に安易に外国の技術を導入せず、あくまで自分の手で人真似でない技術を追求してきたことによる。そして昭和29年、無謀と言われながらも本田宗一郎は国際レースへの参加を宣言した。藤沢武雄、本田宗一郎が自分の信ずる道を歩めたのは藤沢武雄との出会いがあったからである。この3歳年下の性格も趣味もまるで違う男との出会いは昭和24年ドリーム号完成直後のことである。私は東海世紀時代はもちろん、それ以前からも自分と同じ人間とは組まないという信念を持っていた。自分と同じ人間なら二人は必要ない。自分一人で十分だ。目的は一つでも、そこへたどり着く方法としては人それぞれ個性異なった持ち味を生かしていくのがいい。藤沢という人間に初めて会ってみて、私はこれは素晴らしいと思った。戦時中バイトを作っていたとは言いながら、機械についてはズブの素人同様だが、こと販売に関しては素晴らしい腕の持ち主だ。つまり私の持っていないものを持っている。私は一回会っただけで提携を固く約した。これに関連して常々私の感じていることは、性格の違った人とお付き合いできないようでは社会人としても値打ちが少ない人間ではないかということである。世の中には親兄弟だけで会社を経営して自分勝手なことをするような会社があるが、人材は広く求めるべきもので、親族に限っているようではその企業の伸びは止まってしまう。本田技研の次期社長は、この会社を立派に維持発展させうる能力のあるものなら、あえて日本人に限らず外国人でも構わないと思っている。本田宗一郎の半生は多忙な毎日の連続だった。初めて手に入れたかに思える自由な時間を彼は好きな将棋で過ごす。いい手じゃねえ。アマチュア5段その棋譜は本田宗一郎らしく攻め一本やり。僕は梨を攻めるね、交代はしないね、王の周りに何もないんですね。そう、差が一枚あるだけで。そうな、でもう一人の方はだいぶ王の周りに固めてましたけど。固め、僕は固めない。 ああいう将棋はもう昔から攻める一点、攻撃一点張り。本田宗一郎のもう一つの楽しみは社長引退時から熱中し始めた日本画である。俺の絵は芸術家の絵じゃない、技術屋の絵だと本田宗一郎は言う。
一旦絵筆を持つと夢中になって食事も忘れるという本田宗一郎。彼にとってはスパナも絵筆も同じ喜びを生み出すための道具なのであろう。本田宗一郎が見続けたもう一つの夢、それは昭和38年以来進出した四輪の世界でも世界グランプリを獲得すること。そして去年1986 F1 グランプリにおいて本田は16戦中9勝してついに念願のワールドチャンピオンになった。本田宗一郎の夢は叶えられたのである。母ちゃん何も言うことないわけで、ね、要するにしくじって間違ってつまずくから、それをその中に明日がある。したがって成功したのは、まあ、それは成功したこと自身はいいんだけども、その中にもう明日はないわけですね。完結しちゃうわけですね。だから、それは報告する必要がないんです。負けた時、その報告する時ですね、顧問は何かおっしゃるんですか。どうして負けたなんだ理由は。そうかといってそんなに割り切れる理由がはっきりしない時もあるわけですね。でそんなに分かんないほどいい加減なことやってんならやめちまえと言われますね。あ、そこまでおっしゃる。お前たち何のためにやってんだと、明日のためにやってんだろうと、技術を進歩させるためにやってんだろうと、それが分からないようにいい加減なやり方ならやるなと。ですからじゃあやめますって言ってませんしね。技術者にとって勝利はそれだけのもの。敗北と失敗の中からこそ明日の技術が生まれてくる。これも本田宗一郎の信念だった。 F1 グランプリの勝利、それは本田宗一郎にとって何だったのか。ずっと勝ってもらいたい。しかし勝つとやっぱり全部勝ってしまうと、いろいろなやつの方からクレームも来るし、いろいろあるから、やっぱり人間の気持ち、相手の気持ちも察しなきゃいかんな。でほどほどの、去年の勝ち方は素晴らしい、ほどほどの勝ち方だったなと思ってみたいね。負けた方が、たまに負けた方がいいっていうのは要するに本当の気持ちじゃないんだね。本当の気持ちはね、やっぱり見なかしたいね。本当の気持ちは見なかしたいけど、去年の勝ち方は後で見てまあまあだな、うまい勝ち方はしたもんだと。じゃあそうかと、今年はじゃあ、あのくらいでいいかって、やあのくらいじゃあ今年は嫌だなとこう思うし、そうかといってそれをね、こんな感じもっとあれ以上に今度は勝ってくると、やっぱりさっき言ったほどほどっていうことからいくと、こう難しいもんだなと。世の中を大体見渡して、で私のやってきたことと比べてみると、自分では不満ではあるけど、とにかくまあまあこんなら、まあ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 という人生だなと、こう思うわけに、ね、やっぱりその時の調子によって思うことはだんだん変わってきますからね。まあそれがお書きになってその人生には無駄がないということなんでしょうかね。無駄がないですね。随分遊んできて、遊んだことが要するに私、もし私が遊ばんかったら現在はないですよね。おそらく人の気持ちだってあんまり分かんないと。ほどほどという女遊びしても、ほどほどっていうこともわからんかっただろうし、だから無駄にはならんかった。まあ中くらいだな、中くらいなり人生って言いそうだから。俺の反省は 99% の失敗と 1% の成功だった。もうこの年で夢はないよ
と笑う。本田宗一郎80歳、飛行機を見に20キロの道を走った少年の日の夢を今も追い続けているに違いない。